このですね、西脇部4丁目あるですね、この給水塔の前のこの公園のですね、滑り台、これ一回乗ってみてくださいよ。一瞬なんですけども、すんごいね、興奮が味わえます。もううわーって感じですよ。皆さんぜひ行ってみてください。そこ I remember you ラドラドなぜそれそうぶりエビナソクあ、両毛ですね。両毛が通過してきました。二郎交換のところですね。通過してきましたよ、両毛が。このボックス型のね、ボックス型のこれはなかなかいいですね。ちょこんとですね、ろうそくみたいに乗ってるあれと、このボックス型のこれはまたたまんねえな。ちょっといいところで、あれかな、ちょっとサムネできないかなっていう感じがしますけども。で、9号館ですね。最高すぎでしょ。ちょっとそこのですね、また、公園がありますんでね、公園、皆さんに見せましょう。これはね、そのサイクリングするだけでもね、楽しいですね。で、そこに公園があります。また別個の公園ですね。別の公園です。3号館、5号館とかですね。そこは7号館と囲まれてますけども。ちょっと一旦切りまーす。残念無念。ちょっとですね、滑り台ですね、おっさんがただただ滑るシリーズやろうと思ったんですけども、立ち入り禁止、滑らないでくださいになってますね。ちょっとダメでした。残念無念。はい、ちょっとね、公園のところをですね、回りますけども、ここでエンディングにしたいと思います。これですね、足立清掃工場の横にある団地はですね、西保木間4丁目アパートというところでございます。こんな感じでですね、12号館、10号館、11号館、まあ、で、給水塔がずらーんと後方に見えますね。この、ところはですね、昭和のですね、激渋、100選に選ばれてもいいぐらいの、ちょっとね、光景の土地なんで、皆さんもですね、ぜひ、ちょっと時間があるときですね、長見ひなげしもこれですね、勢力を拡大してます。ぜひですね、これ見てみてください。これもう本当にね、この公園に行けば、もう大体ぐるっともう全部を見渡せるぐらいの場所なので、ぜひここ来てみたらいいかなと思います。はい、ちょっと J 後半になるか、大スペクタクルに流すかちょっと分かんないですけども、はい、このですね、西大木間4丁目アパートで、私はですね、緑内障の検査をですね、竹の塚若葉、眼科クリニックちょっと行ってですね、行ってきたんですけども、全く異常なしということですね。安心して、今回はですね、この西保木間4丁目アパートは散策できました。はい、これからちょっとですね、どっかまた大破バームクーヘン出没するかもしれないので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、では今回ですね、ここで終了したいと思います。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。